塚原243、塚原243、塚原西八1887年、明治20年4月3日から1966年、昭和41年3月6日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大将。日本海軍で最後に大将に昇進した二人の、軍人の一人。百八十七年四月三日、福井県で、父、 塚原海太郎と母、竹野逸夫として生まれる。本籍は山梨県中駒郡、三景村、玄南アルプス市である。甲府中学を経て、1908年、明治41年11月21日に海軍兵学校36期を20位の成績で、卒業、小移候補正となり、練習公開に出発。同期に、有り川種人を小移行。 沢本頼雄大将、名雲忠和大将がいる。1910年1月15日、海軍将尉に任官。12月、法術学校普通科学生を拝命。1911年4月、水来学校普通科学生を拝命。1911年、明治44年8月、四季島乗組。12月1日、海軍中尉に昇進。 1912年12月、佐世保海兵団付1913年5月、夕立乗組。1914年3月、麻生乗組。1914年、大正3年12月1日、海軍大医に昇進し、海軍大学校内修学生を拝命。1915年12月、海風乗組。1916年4月28日、 最上公会長に就任。1916年12月1日、関東公会長に就任。1917年8月9日、千歳公会長に就任。1918年12月1日、海軍大学高校主学生を拝命。1920年11月26日、卒業。1920年、大正9年12月1日、 海軍少佐に昇進し、第二艦隊参謀に就任。1921年、大正10年2月25日、横須賀海軍航空隊夫。以後は、航空職域で勤める。4月、軍務局付7月6日に、臨時航空術講習部員となる。1922年12月、軍令部第一班、第二課参謀に就任。 1924年、大正13年12月1日、海軍中佐。1926年、大正15年1月15日に、法省副長に就任。1927年、昭和2年4月5日、航空本部教育部員に就任。12月1日、航空本部総務部員に就任。1929年、昭和4年11月30日。 海軍大佐に昇進し、軽巡洋艦、大井艦長に就任。1931年、昭和6年12月9日、ジュネーブ会議前検随員を務める。1932年、昭和7年11月28日、航空省総務部長に就任。1933年、昭和8年10月20日、赤木艦長に就任。1934年、 昭和9年11月1日、航空本部総務部長に就任。1935年、昭和10年11月15日、海軍省省に昇進。1937年、昭和12年12月1日、第二航空戦隊司令官に就任。日課事変に参加。12月15日、第二連合航空隊司令官に就任。 関西機からなる現地派遣部隊の指揮を務めた。1938年、昭和13年12月15日、陸上攻撃機からなる第一連合航空隊司令官に就任。当面の目標であった南京、観光の攻略が完了した一方を、相次ぐ爆撃で機体を消耗していたために、塚原が実際に爆撃の指揮を取ることも少なくない地で再編することになった。 1939年昭和14年10月3日再編した第一連合航空隊を観光で出迎えた塚原ら航空隊首脳部は中国軍の奇襲爆撃を受けた観光空襲。この爆撃によって塚原は三切断の重傷を負い翌年4月まで療養生活を送った。療養中の1939年昭和14年11月15日に 中将へ昇進した。1940年、昭和15年4月15日、陳海陽光部司令官に就任。1941年、昭和16年9月10日、第11航空艦隊司令長官に就任。12月、太平洋戦争勃発。海戦時は、フィリピンマレー攻略の航空支援、マレー王機海戦に参加した。 1942年1月下旬から第11、航空艦隊は、ラバウルに進出を開始し、ソロモン海域を中心に活動した。1942年、昭和17年10月、塚原はマラリアに罹患したため、後任を、草勝友一中将に託し、内地に帰還することになった。1942年12月1日、航空本部長に就任。 1944年、昭和19年3月1日、県軍令部次長県軍事参議官。陸軍の参謀本部に習って軍令部の次長が2人に増員されたことに伴い、塚原は、軍令部次長を航空本部長と兼任した。もう一人の次長は、伊藤誠一中将が務めた。しかし、次長の経験は伊藤が長いにもかかわらず、塚原が、 兵学校の先輩にあたることから混乱もあった。また、東条政権崩壊のために、参謀本部、軍令部の次長二人制度そのものが崩壊した。1944年、昭和19年3月1日、航空本部長兼軍事参議官。1944年、昭和19年9月15日、横須賀陳述司令長官に就任。 同期の沢本頼夫が19年3月に大将に昇進し、長本忠和も,も同年7月にサイパン島での戦死によって大将に昇進していたが、当時の海軍次官、井上成美中将は、井上本人も含めて戦時中の大将昇進を凍結する大将不要論を掲げていた。大将昇進を望む塚原は井上を罵ったり、嘆いたり、 大将への憧れを周囲にとろしていた。1945年、昭和20年5月1日、軍事参議官に就任。同日、井上が海軍次官を降り、5月15日に井上と同時に大将に昇進。この昇進が大日本帝国海軍における最後の大将をやほとなった。与内海軍大臣はかねてより、豊田武大将を軍令部総長に、 小沢わ三郎中将を連合艦隊司令長官に据えた状態で終戦を実現することを望んでいた。末期の連合艦隊司令長官は、支那方面艦隊、海上護衛総隊、各陳府、各警備府をすべて指揮する海軍総隊の司令長官を兼ねていた。しかし、海軍には公認者が先任者を指揮することはできないとする慣習があった。 平学校三十七期の小沢を海軍総司令長官に任じるには、一期先輩である塚原横須賀陳府司令長官と沢本呉陳府司令長官が大きな障害であった。塚原と沢本は説得を受け入れ、軍事参議官に身を引いた。なお、同時に南東方面艦隊と南西方面艦隊も海軍総隊から外され、大本営直轄部隊とされた。 両方面艦隊の司令長官は、それぞれ小沢寺三郎と海軍兵学校同期の草勝富一と大川内伝七であったが、両名とも小沢より1000人であったからである。また、両方面艦隊の司令部が所在するラバウルとルソン島は内地との交通がほぼ途絶していて、草か、大川内両司令長官を転勤させることがほぼ不可能だったからでもある。 1945年8月、終戦。10月15日、予備役編入。1966年3月6日、病没。妻は、久見恵み、旧姓、腰石。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。